ドコモスマートフォンス -12C、後のドコモウィズシリーズ F-12C は、富士通によって開発された、NTT ドコモの第三世代移動通信システム端末である。コンセプトはいつまでも使い続けたい、100年形態となっている。ドコモスマートフォンの一つとして発売され、2011年冬、モデル発表以降は、ドコモウィズシリーズに分類されている。 今期の発売以前から富士通東芝モバイルコミュニケーションズが製造販売していたものの富士通本体が製造販売するものとしては初めてのアンドロイド搭載のスマートフォンとなる OS はアンドロイド2.3を搭載している薄型軽量の筐体でありながら防水性能 IPX 五 IPX8 に対応しその他にお財布携帯赤外線通信 Wi-Fi、Bluetooth など様々な機能を搭載している。また、e-Mobile e-Access が販売する端末を除けば数、少ない 1.7GHz 対対応スマートフォンである。ちなみに、L-02D が出るまでは、SIM ロック解除後に EM チップを利用できる唯一のスマートフォンだった。スーパーコンピュータを用い、タッチパネル精度とソフト性能を追求し、 タッチ操作に画面が素早く追従し後操作を防ぐと、共に表面のスルスルを実現する特殊コートにより、指の引っ掛か,かりも少ないタッチパネルとなっている。さらに高速タッチフィードバックを搭載したことで、ハードキーボードのような文字入力の感覚を味わうことができる。タッチパネルは静電容量式を採用し、フルタッチにも対応している。 ユーザーインターフェースには富士通東芝のインターフェースで、もともとは当時の合弁相手だった東芝が独自に開発した UI の NX、UI を改良した NX コンフォート UI を搭載し、アプリをダウンロード順、使用頻度順、名前順、カスタマイズの4種類で表示したり、よく使うツールのショートカットを作ったりできる。また音声認識機能で Google 音声検索の他に、 利用したいアプリや設定項目を話しかけるだけで起動することができる。喋って簡単操作を搭載している。3にメールと話しかけるだけでその相手の宛先の入ったメール作成画面が起動する。500CD 以上の高輝度ディスプレイに乱反射抑制加工を施した高精細液晶を搭載している。また周りの明るさに合わせて輝度を自動調整してくれる。 日本語入力システムは ATOC を採用し、富士通と j ャ s t システムとで共同開発しており、クワーティ入力のほか12キー入力、フリック入力、手書き入力などが対応する。文字入力時に表示されるキーパッド部分が手書き入力のエリアも兼ねており、ボタン操作などで切り替えることなく、タッチ入力、手書き入力を行うことができる。フォーマーハイスピードにて、 受信最大 14Mbps、送信最大 5.7Mbps の高速パケット通信が可能。また Wi-Fi では i e e 8 0 2 1 1 b ット、GN に対応しているほか Wi-Fi、テザリングが利用可能となる。富士通ブランド特有のスーパーはっきりボイスさん、ぴったりボイスを搭載している。カメラには、ス -0QC などと同様に、 高性能シーモスセンサー、XMAR4 モービルと高性能画像処理エンジン、ミルビュートとモバイルが搭載され、高感度、低ノイズの撮影が可能となっている。さらに撮影シーンに合わせて、設定を自動で調整する自動シーン調整機能が搭載されている。HD 動画の撮影も可能となっている。イギリスのトラベルケースブランドのグローブトロッターとデザインコラボを行っており、 筐体後面にブランドロゴが描かれているほか、ブラックの背面の質感は、グローブトロッターのトラベルケースの素材である、バルカンファイバーを再現している。ローズゴールドは、グロス調の背面にヘリンボーン柄を入れている。また、グローブトロッターのアイコンコーナーパーツを継承したデザインにもなっている。なお、本機種は、Android 4.0へのバージョンアップが検討されて、 いたが、メモリ不足の可能性があるため、却下された。2011年に発売した、ソニーエリクソンのエクスペリアシリーズも、同様の理由で却下に至っている。その結果、2010年当春モデルと2011年夏秋、モデルで Android 4.0バージョンアップされたのは、Galaxy S2SC-02C のみとなった。なお、後に発売された。 アローズシリーズのアローズキスカイ -03D とアローズミューカイ -07D のバージョンアップはそもそも検討自体がされていない。特別モデルとしてクラシックオレンジをドコモオンラインショップにて5000台限定で販売した。このモデルにはトラベルケースと同じバルカンファイバーを使用したスペシャルモデル専用のリアカバーが同梱されている。ただしこのリアカバーは防水ではない。 またシリアルナンバーをそれぞれに刻印するほか、使い始めてからの移動時間と距離を表示するウィジェットが搭載されている。ブラウザは JavaScript と HTML5 に対応している。フラッシュプレイヤー10.3のアドオンもなされており、パソコンとほぼ同等の動きのあるサイトの閲覧が可能である。メールは Gmail や Pop、imap のメールがサポートされているほか、 iMode メールと同じアットドコモ .ne.jp のプッシュ型のキャリアメールが利用できるように SP モードアプリがプリインストールされている。g メールにおいては複数アカウントでプッシュメールが利用できる。また音声入力メールが対応している。SP モードではマイ・ドコモの ID 発行や携帯データお預かりサービスのような電話帳のバックアップを利用することができる。 緊急地震速報にも対応している。Android OS 用のアプリケーションマーケットである。Android マーケットが利用可能であり、30万を超えるアプリケーションの中から自由にアプリケーションをインストールできる。その他に、NTT ドコモが提供する D マーケットや富士通が提供する会計対応演談からもアプリケーションをダウンロードができる。 なおこれらの中で、日本円に対応したアプリケーションでは、携帯電話料金課金に対応している。その他多数ウィジェットなどがある。対応プロファイル、HFP、HSP、A2DP、AVRCP、p b a p OPP、SPP、HID、OBEX、s d p h ット a b ドコモからのお知らせ、3機種追加のお知らせ、ドコモウィズシリーズ。 ドコモネクストシリーズの Android A4.0 へのバージョンアップについてお知らせ NTT ドコモ回 -08D、P-05D 08、SC-05D は8月以降4.02、ドコモ回 -12C と、x p e r i a シリーズ4機種の Android 4.0バージョンアップを見送り相手メディア、D モバイル、ドコモスマートフォン回 -12C に、 特別モデルを追加に2011年7月21日、NTT ドコモ報道発表、ドコモウィズシリーズ、ドコモネクストシリーズ、ドコモタブレットの Android 4.0のバージョンアップについて NTT ドコモ2012年3月26日発表 ABCDEF-12C の製品アップデート情報お客様サポート、NTT ドコモありがとうございます。